自己紹介お願いいたします。魔法ライナーマギア所属ボタンです。スリーサイズが上から86、58、88です。出身地は宮城県です。血液型は O 型です。趣味はアニメを見ることと小説を読むことと、あと漫画を読むこと、とにかく芸術系です。特技はそうですね、 Y字ができるのと、あと何だろう、とにかくずっと何でも笑えることです。はい、ありがとうございます。ではですね、休日の日は何をして過ごしてますか？休日の日は大体はドラクエとかのゲームをやってるか、あとは漫画を読んでたりアニメを見たり、とにかくあとお昼寝をひたすらしたりしてます。ありがとうございます。ここだけは他の人に負けないというところありますか？そうですね、へこたれないことです。絶対にへこたれないことが誰にも負けないところです。ありがとうございます。では生きてるうちに一度はやってみたいことありますか？私は水族館が大好きなんですけども、アメリカのシーワールドに絶対死ぬまでに1回行きたいです。はい、ありがとうございます。ではですね、撮影会中起こったハプニングなどあれば教えてください。撮影会に出始めてまず2、3回目ぐらいの時なんですけど、こちらの東京リリーさんで、撮影やらせていただいた時に、このバラサンダルってよく霊撮影会の人たちが履いてるサンダルがあるんですけど、ここのこことここがバカって外れて割れちゃって、で私足が26センチなので靴がなくて、もう急遽瞬間接着剤でこうコーティングしてやったっていうのがあります。それが東京リリーさん初めての時だったのですごい驚いてます。ですね、ありがとうございます。では今後の目標、お仕事でやってみたいことありますか？私はまだ、撮影会に出始めてやっと4ヶ月経ちました。なので今後は、イメージ DVD とか、あと雑誌の表紙を飾ったりとかしていきたいなと思っております。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にファンの方のメッセージお願いいたします。いつもいつも本当にたくさんの応援、 Twitter や Instagram、 それから撮影会とか本当にたくさんの応援ありがとうございます。私はもうまだ先ほども言った通り始めたばかりで、右も左もわからないまだひよこなんですけども、どうか皆さん今後とも温かい目で見守ってください。よろしくお願いします。